です TBS。 遡ること33年、ストリートファイター2の大ヒットを受け、世は格ゲーブームに。そんな時代、大阪のとあるメーカーが大ヒット格ゲーを次々と誕生させました。 SNK。 当時全国各地のゲームセンターで連日行列ができるほどの熱狂を生んでいた対戦型格闘ゲーム。その波に乗り、画廊伝説、サムライスピリッツ、ザ・キング・オブ・ファイターズなど次々と大ヒット格ゲーを誕生させたのが SNK。 SNK といえば格ゲーと称されるまでになりました。しかしゲーム業界は折しも戦国時代、ライバルメーカーも黙ってはおらず、思いもよらぬ戦いの渦に巻き込まれていくのです。今宵開催するのは SNK 関係者たちの同窓会。今時空の扉が開きます。関係者たちが語るあのムーブメントの舞台裏。一人目はサムライスピリッツを企画、以降長年シリーズを牽引し続けてきた足立康史さん。よろしくお願いします。さらにザ・キング・オブ・ファイターズを長年牽引した田辺さん、画廊伝説など SNK 格ゲーのプロデューサー小田さんと、90年代の快進撃を支えた立役者が集結。本日は SNK の、そしてあのヒット作の裏側をたっぷりお聞かせください。よろしくお願いいたします。まずは SNK 創世記の話から。1978年、当初の社名は新日本企画。ただ創業してすぐにゲーム開発に乗り出したわけではなかったそうで、入った時はまだあの会社の隅々にこう新日本企画って書いた、なぜか分かんないんですけど、建築業の皆さんが使うようなヘルメットがたくさん会社の中に転がってまして。あれ土建もやられてたんですか。それがおそらく他のゲームメーカーの皆さんもそうなんですけど、あの当時ゲーム業界っていう、そもそも言葉はもちろんですし概念もなかったので、メーカーっていう会社よりはゲームを作ってる会社っていう感じで、手探りであの進んでいるような時ではありました。こう会社全体がこう何かこうブランドがしっかりあるような感じではなかったです、ね、だとしてもヘルメットは必要ないんじゃないかっていうだからそこが私たちもいろいろ何してたんだろうなみたいなやっぱあるわけです。当時やっぱりあの台東さんとかがあの最初にこの業界切り開いていただいた時にインベーダーハウスみたいなのがあって、多分結構皆さん別業種からこちらにいらっしゃったんだろうなっていう空気がまだそこここにありました。これは先ほど今も新日本企画という社名が出たんですけど、 SNK に変わる前はもともと新日本企画という会社はどういったことで始まった会社なんですか。このあたりになると私の上の先輩方がもう退職をされていたり、はい、あのもうゲーム業界が去られていたり、はい、この場で私がちょっとお話することができないぐらい、はい、よくわからない霧のベールに包まれている感じ。そのアンタッチャブルの話なんですか。アンタッチャブルかどうかもわからないという感じなんですよ。伝説のみたいな、はい、だから建築をやって、建築業とか不動産業やってたんじゃないのとかっていうような話は聞きはするんです、はい、じゃあ結構いろいろはやってたっぽいってことですか。おそらくです。あの私が一番最初に会社に入った時にデザイナーで入ったんですけど、1日目は、ああ君入ったんだったらこれをしなさいって言われたのは、あの半導体のロムがありますよね、はい、あれをこう洗うっていう。洗う、はい、あのシールを貼ってこう焼き付けできないようにするんですけど、はいはいはい、そのシールを剥いだ後、はい、もう一回使うんですね。もったいないから剥いだ後こうそこにベトベト残るじゃないですか、はい、あれを灯油で洗うんですね。それをこうあの工場のおばちゃんたちやってるんですけど、はい、お前そこで働けって言われて1週間ぐらいはデザイナーで貼ってたんですけど、ずっと灯油洗って内職みたいなことずっと内職みたいなことやってて、で横を通りかかったあのその当時の川崎さんという社長に、はい、お前何しとるって言って、いやデザイナーで入りました、はい、お前の働くのはここじゃないって言われて、はい、じゃあまずついてこいって言われて、初めてあのデザイナーとして仕事が、社長が展開、その当時個人的か会社か知りません、バーを何かお姉さん方にバーのお店を作られてて、手広くやってますね、その内装のチェックをしろと言われて、どうだこのデザインはって言われて、で二十歳の僕が、あのはいいいですって言ったら、せやろっていうのが僕の最初のデザイナーの仕事でした。今のところまだゲームが全然出てこないんですけど、どのぐらいからゲームは入ってるんですかね。手広く事業を展開する一方、
当時ブームだったインベーダーに目をつけ、新日本企画もゲームの開発をスタート。しかし黎明期ならではの問題が、あの当時ゲーム業界全体が例えばインベーダーゲームがヒットしたら、はい、リスペクト、そうですね、本当に強いリスペクトなんですね。これはもうそっくりのリスペクト、リスペクトしすぎて気づいたらもうそっくりになったんですね。そっくりになったみたいなことがある中で、はい、割と有名なのはあの当時有名だった波動砲撃つみたいな、はい、それが主人公になってるゲームを作ってたんです、はい、新日本企画も、はいはい、でそれが名前が宇宙戦艦ヤマトって書いてあるんですよ、はい、タイトルが完全に書いてますよね。書いてるんです、はい、でこれを、まあ、クレームが入った時に、はい、事実は知りません、でもおそらく事実として聞いてるんですけど、はい、その当時の経営者の方が、はい、あれは宇宙戦艦ダイワだと。ああそうか、音読みなんですね。音読みで、あすいません、訓読みで読んじゃったからちょっと待てとだったみたいな、はい、本当か嘘か分からないようなことが、はい、満ち溢れてる空気の中にいました。1986年、社名を SNK に変更。ここからオリジナルゲームを次々と世に送り出していきます。マシンガンと手榴弾を駆使して敵を倒すアクションゲーム怒り。主人公のキャラクターが今なお根強い人気を誇るアテナなど、徐々にアーケード業界で頭角を現していきます。そして1990年、SNK は大きな勝負に打って出ます。自社筐体ネオジオをリリース。そこにはどんな狙いがあったのでしょうか。これもう筐体ごと SNK さんで開発されてるわけ。そうですね。これって他のメーカーさんだとセガさんのアストロシティとかにいろんなゲームを入れたりできるわけじゃないですか、はいはい、そういうものではないんですよね。これもあの時代のこう時代を切り開いたオーナーさんたちの感覚なんですかね、はい、とにかく胴元、いい響きですね、胴元、胴元がプラットフォーマーなんて言わないですよね、胴元ですよね。胴元が一番おいしいからと、はい、もうとにかく他社さんのものに乗ると儲からないから、まあ、この後の SNK のこう成長とアップダウンにも関わる話ですけども、とにかく胴元胴元胴元っていう感じでした、うん、はい。通常の筐体は1台につき1つのゲームしか遊べませんでした。がネオジオは1台につき最大6つのゲームの中からプレイできるマルチビデオシステム、通称 MVS を採用しました。ゲームセット、ゲーセン側からするとこれを1セット入れてしまうと、あとはこのロムカセットだけ、まあ、値段が安いのを入れ替えればいけるっていうのと、人気のあるソフトにどんどんこう入れ替えていけるみたいなことが、まあ非常にメリットやったとは。もうゲーセン の, あの筐体の中に入っている基盤っていうのはもう1個が1個のゲームなんですね。そうですそうです。もう1個が20万円、当時で20万円とか30万円したのが、ロムカセット自体がまあ10万円とかで入れ替えれるようにした、まあ、当初5万円とかでやってたこともあると思いますけど、まあ、それはすごいメリットやったとは思います、うん、ネオジオの筐体って本当に駄菓子屋の店先とかにめっちゃ置いてあったイメージある。ありましたね。小学校の一番近くの駄菓子屋に置いてあって、普段は電源抜いてあって、おばちゃん遊ばせてっつったら入れてっつって言われたんですよ。電源抜いてましたね。電気代もったいないから。あれってどういう狙いでそういうところに置かれてたんですか。感覚で言うと、もともとがおそらくですよ、やっぱ不動産とか土建とかっていうような感覚で、その土地壺単価どこでどう儲けるかみたいなところで言うと、いわゆるベンダー的な自動販売機みたいな思考と同じで、あそこに隙間あって置いとけるなみたいなのを見つけた人が多分いると思うんですよね。なるほど。で一軒一軒駄菓子屋のところとか文房具屋さんとか訪ねて回った、まあたまたますごいヒットしたっていう感じじゃないかと。さらに話題を呼んだのが、筐体と同時にリリースした家庭用のネオジオ。すごいゲームを連れて帰ろうというキャッチコピーで、アーケードと同等のグラフィックを家庭用で実現。しかもメモリーカードまで搭載。これを使えば家庭用とゲームセンターでデータを引き継げるという優れもの。うわー、ネオジオだ。これね、ちょっと憧れですね。僕もこれめちゃくちゃ久しぶりに持ちました。そうそう、このでかいやつね、これ。でかいネオジオだ。あのすごい値段で売ってたじゃないですか。ネオジオってそうなんですよ。はい、もうカセットが異常に高い。それもそのこのゲ、もちろんネオジオっていうゲーム機が売られてるのはもうファミコンショップとかで見るんですけど、でもゲーセンのまずゲームが高いを知らなくて、はい、でそれと同じものが遊べるを知らないから、なんでこのゲーム機はこんなに高いんだろうっていう感覚なんですよね。とんでもねえ値段するんですよ。高かったですね。だからあのこんなものを、どなたが買うんだろうっていうので、僕らはあの、まあ、半信半疑ではなかったので絶対売れないって
開発は言ってました。だからただ今もそうなんですけど、ご存知の通り本当にあの買っていただいた方が思いのほか多くて、はい、まあ、正直今でも時々たまに昔の SNK にいましたっていうと買いましたっていう方がすごく多いんですよ。だからこれがねどういうふうに見えてたかっていうのは逆に私たちわからないんですよ。これがこう私たちは作る側なので、世の中の皆さんがゲームブーム格ゲーブームみたいな中でどんだけ欲しいサービスだったのかがわからなくて、これだマッチで格ゲーをやってる子とかだったんですよ。なんか本当に持ってる子は友達のお兄ちゃんとかが持ってて、その家庭はもうネオジオ一色なんですよ。ゲームはネオジオ持ってる子はネオジオしかやらない結構分かれてるじゃないですか。はいはい、分かりますね。何個かその流派があるじゃないですか、まあ、本当に王道任天堂とか行く子がまずいて、でゲーセン側もいるけど、まあ、スト2とか、まあ、カプコン系がやっぱ多かったと思うんですよ。でもネオジオ派閥もいて、でネオジオよりセガとネオジオどっちが多かったかなぐらいの感じ で、うちは PC エンジンだったら全然もっと弱かったんですけど、はいはい、そんな感じの中ででもネオジオはちょっとコアな感じでしたね。はい、いや今お話伺いながらね、これ本当にそう思ったんですけど、ちょっとごめんなさいと思ったのが、はい、当時はもうこれが世界の全てだと思って開発をしていたので、はいはい、もうここの道を爆進したんですよね。はい、爆心したがゆえに待ち受けた未来っていうのが途中に当然あって、これについていただいた皆さんがあれってなっていった。それはでもそれは全然僕は恨んでないと思います。少なくとも僕もいろんなそのレーンに乗って結構そのアリウナ方に乗ってたので、確かにあもう崖が迫ってるって瞬間何回か見ましたけど、別にそれはいい思い出になってます。ありがとうございます。絶対ネオ上の人はそれ使ってた人はユーザーは恨んでるわけはないですよね。いい思い出って絶対言ってるはず。いい思い出って自分に言い聞かせて毎日言ってるはず。高かっただけに。高かったですよねそれは。いやいやもう。でもその分元取ったと思うぐらいみんな遊んでたはずなんですよね。ありがとうございます。ネオジオを武器にアーケード業界で着実に勢力を伸ばしていった SNK でしたが、その翌年ゲーム史に燦然と輝くあのゲームがリリース。カプコンから発売されたストリートファイター2。そして格ゲーブームが到来。 SNK にも多大なる影響を与えました。でもまあ本当に格ゲーブームというか、ゲーセンって格ゲーやりに行く場所になりましたね。この時そうですね、 UFO キャッチャーか格ゲーみたいな感じでしたね。でカツアゲされるっていう場所になりましたね。もうゲーセンという場所はリアル、最後リアルファイト、はい、本当に、はい、本当に何回も腹に勝利券僕もらいましたバーンいっちゃうっていう。これまで主にベルトスクロールアクションを作っていた SNK でしたが、90年代路線を変更。これスト2が先に出てるじゃないですか、そこはやっぱ意識はあるんですか。スト2の意識っていうのは、まあ、当然みんな持ってはいましたが、うん、まあ、僕の記憶では一番スト2意識してたのは足立さんかなと思ってます。あら意識はされてました。ちょっと私あの真っ最中にいたので、はい、あの私もサムライスピリッツの前がベルトスクリーンで妖怪が妖怪倒すみたいなゲームの企画をしてる時に、はい、あの全開発員が集められまして、ストリートファイター2をこう経営陣から見せられて、はい、これから ここだというので、あれだよね、キングオブファイターズももともとベルトスクロールでやっていて、そうでも全部あの対戦格闘に切り替わって、まあ、あのストリートファイター2っていうのは私たちは大変意識 しました。あの本体を買ってですね、あの開発室に置いて、ディップスイッチって言われるそのハードスイッチがあるんですね。でそれでコマ送りで止めれるんですよ。でそれをまあ30インチ単位でピピッピピッってやりながらこうコマを1コマ1コマ動くよって、でそれはもう目コピーでどういう風にアニメーションを作ってるかとかで、当たり判定コリジョンって言われるのも表示できるモードがあって、四角みたいに出てきて、ここがはい、エドモンド・ホンダがこうやってたらここに四角が見えるんで、それを全部止めて全部あの解析して、あのものすごい理解した上でストリートファイター2が偉大で、腹立たしいロジックがものすごくよくできたゲームだったので、そのちゃんとしたロジックでちゃんとやられるとほんまに腹立つじゃないですか。それやっぱり完成度が高かったんですか。めちゃくちゃ高かったですね。あの当時そのいろんな開発見てきましたけど、ちょっとなぜそこに至ったかがもうちょっと想像できない感じです。まあ、私このあの SNK の後カプコンの方にもいたので、あの両方空気吸ったんで分かったんですけど、
あの日本とアメリカっていう感じ、あの当時の時代における日本とアメリカっていう感じでした。どっちがアメリカになるんですか？カプコンがアメリカでした。はい、SNK は純日本っていう感じでした。純バンですね。はい、もうとにかく竹槍一本で、はい、まあ、あの私たち竹槍で戦ってたってことで竹槍でプログラミングしたんですか？まあ、本当に竹槍だったよね。そうですね、まあ、竹槍なんかね、もらえたらまだいい方だ。捨て頃捨て頃で行ったんですかぐらいやっぱり同じ大阪にいてもあの全くコミュニケーションなかったですし、強く意識したってなんか不思議な空気でした本当に。はい、田辺さんいかがですか？自分らは、はい、そのまだそのストリートファイターがヒットした時ってまだ開発中、はい、要はキングオブファイターズ開発中だったんで、はいはい、その会社としてはライバル意識は多分あったと思うんですけど、うん、僕らはどっちかといえばチャレンジャーかなっていう、もういつか追い越すぞ、お絶対トップ取ったるぞ、はい、意気込みはすごくありました、はい、はい、火がついてるんですね。もう火がついてましたね、はい、まあ、ライバルじゃなくてどっちかといえばもうこうどん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 追いついてやるぞっていう、上り詰めてやるぞっていう、そういう日本アメリカって感じないんですね。もう普通に倒すべき、倒さなきゃいけない、そうそう、超えるべき壁だみたいな、なんかそんな空気ではありました。そういう言葉が聞きたかったですね、はい、竹槍捨て頃はちょっとそんな SNK 格ゲーの原点ともいえる作品が画廊伝説。ノウハウがない中完成にこぎつけることができたのは意外な人物のおかげでした。ストリートファイター1を作られた西山さんがあの SNK に来られて、もともと作ってたの来たんですよ。画廊伝説の1とか龍子の剣を作られたっていう経緯がありますんで、魂的な部分は始祖が同じなんですね。そうです、まあ、実質スト2はガロー1かもしれないですね。そうですかねそうなのかな。いやでもそんなことがあるんですね。それ引き抜きとかなんですか？たまたま引き抜きかどうかは分からないですけど、あのその時にカプコンから割とたくさんの方が転籍していらっしゃってっていうのは非常に大きなあの変化するポイントでした、はい、これ以上ない武器を手に入れた SNK、どう差別化を図りどう勝負を挑んだのでしょうか。 SNK は多分ガロ伝説だけじゃなくて、はい、全般的にキャラクター性とか演出性とかストーリー性っていうのはかなりどこのチームもこだわって作ってたので、はい、そういうところが一番カプコンとの差になったのかなと、はい、なるほど。キャラクターはガロは3人ですよね。そうですね、最初3人テリー&ジョーの3人で、はい、キャラ設定とか深いストーリーみたいなのがあるじゃないですか。確か途中でギスがコメント出すようなシーンがあったような気がするんですけど、あれ最初の画廊かな。部屋でスーツ着て見ながらこう有名なゆるるさんってやつ、はいはいはい、これがあ、これギス負けた時ですか。そうですね、最後負けると突き落とされるっていう、はい、これ逆に勝つとギスを落とせるんですよね。落とせるっていうの、まあ、その辺が今もこうネタにして遊んでくれてギスはやっぱりこう落ちるのが似合いますもんね。そうですね、最終的には笑いながら落ちててほしいですもんね、はい、よく落ちますね、はい、もう他社さんにギースのキャラクターがこう出張していった時も大体落ちてるんで、はい、ギースといえばもう。そして格ゲーブーム後ユーザーにも変化が。そのインカムっていうものの概念とか指標がどんどん変わっていったんですけど、もう一回あたりのゲームプレイ時間がどんどん短くなってくるんですよね。対戦で負けたらいなくなっちゃう。そうですね、もう皆さんこう何分ぐらい遊べたっていうところの満足感じゃなくて、はい、勝てたか負けたかっていうところに意識が、はい、お客さんがいたので、うん、会社としてはじゃんじゃん回せっていう話になってくるんですよ、はいはい、そしたらもうコンピューター戦の一人用の難易度ももうびっくりするぐらい上がっていって、確かにその、うん、めちゃくちゃ難かったイメージはあります。誰がボス倒せんだっていう時期はありましたよね。筐体の設定でレベル1から8までできるんですけど、はいはい、デフォルト基本は4で出すんですね、出荷するんですけど、はい、4と8の差ってほぼないんです。ないんですか？え、あ、ないんですか？我々も全力でコンピューター強くしてたんで、はあ、それはまあその、いやでももちろんやって負けてあー負けたーでワンプレーの時間短くなると思うんですけど、またやってもらわないと困るんじゃないですか？でもやっぱりこう対戦っていう逃げ場って言ったらあれなんですけど、はい、対戦でのインカムっていうのが重要視されてきたので、コンピューター戦でもできるだけインカムを回すように、はい、で結構ボス近辺まで来るプレイヤーが一人で頑張ってると、はい、みんなエンディングとか見たいんで、見たい見たい、はい、乱入対戦しなくなるんで、はい、集まってきますみんな、はい、ロケテストのプレイ時間が伸びるんですよ。あ、そうなったらもう僕らこうちょっと離れたところ見てるんですけど、はい、あ、はよはよ入れはよ入れみたいな感じで集計しながらずっと。お待たせしました、ネオジオで懐かしの画廊伝説をプレイ。
選べるなんですか。もうすごい選ぶの10秒ぐらいしかないですね。そうです、ね、これもやっぱ深い上げるために、金貨も上げるために10秒あ4ボタン懐かしい。ありがとうございます。ナコルルで、まあ、人気のあるヒロイン、はい、キャラクターデザイナーが勝手にボイスの設定を、その際にチームっていう概念で、要はチームの構想みたいな、うん、画廊伝説のヒットを受け SNK が次に生み出したのは、尋常に一本目勝負サムライスピリッツ。当時としては珍しい武器を用いた格ゲー、和の世界観も受け大ヒットを記録しましたが、画廊伝説というヒット格ゲーがある中でのさらなる格ゲーの開発とあって、社内は異様な雰囲気に。その当時開発同士のコミュニケーションっていうのは少なくともディレクタークラスではほとんどなくて、こうライバルの話先ほどちょっとあり、カプコンとっていうところありましたけど、私たちのその世代は少なくともライバルは誰かっていうと社内の他のチームっていう感じ で、そうなんですか、はい、なので画廊チームなんていうのはやっぱり先に走っていて、その当時は俺ならもっといけるっていう感じで、俺だったらもっと売れてやるぞと、あの当時の自分は全然、それは若さですよねそれは完全にそうです、はい、なので途中会社の方から経営の方に呼び出されまして、はい、アーケードで20万本ぐらい歌って、最初の画廊伝説のちょっとその数字は定かじゃないんですけど、記憶では20万本ぐらい売れたんだけど、今君が作ってるサムライスピリッツって何本売れると思うと、はい、で僕は30万本ぐらい売れると思いますって回答したんです、はい、その方からは、そうか俺は5万本ぐらいだと思うと。おー、でめっちゃ喧嘩売られますね、コミュニケーション、はいすごいバチバチ、いやもう本当にいい勉強させていただきました、はあ、そんな空気の中でやってました、ね、その後その非常にありがたいことにサムライスピリッツっていうのは売れていただきましたけど、はい、僕の感想はそうですよねっていう、あこれは売れると思いますよねっていう感想で、はあ、どこがもう売れるっていう確信点なんですか。でやっぱりこうやって話しながらやっぱり振り返るとですね、はあ、その答えの一つはお客さんと私たちが全く同じだったっていう、その作ってる僕らももうゲームが好きで、はい、自分たちがカプコンとかセガから出てくるゲームが本当に好きで遊んでいて、うん、一お客さんとしても自分の企画はこうあるべきだっていう感じが、うん、ユーザーと完全に、ま、一致しながら作ってたんじゃないかなっていうのは、だから同人ソフトとか同人本を作っていたような感覚を会社っていう単位でやってたっていう感じが、うん、この時のサムスピ作ってた、少なくとも私たちにはあったと思います。画廊伝説同様、サムライスピリッツもキャラクターにこだわりを注入。ナコルルをはじめ人気キャラが数多く誕生しました。さっき小田君も言ってましたけど、カプコンさんはゲームシステムとして非常に良いゲームを完成させていて、で僕らその当時の SNK っていうのはもうとにかく物語とかキャラクターの魅力っていうところにすごく行った理由の大きなところに、とにかくオタク集団っていう感じでした。もうとにかくアニメが好き、漫画が好きっていう連中がものすごい濃い密量で、もうとにかく自分たちがこんなキャラクター俺が作りたい、私が見たいっていう感じで掘り込んでいったので、一体一体がものすごく深くなったのは、他のナコルなんていうキャラクターもそうですけど、キャラクターデザイナーが勝手にボイスの設定を、僕がしたんを勝手に変えて、この子のセリフで月に変わって、大自然のお仕置きですっていうのがあるんです、はい、あれは某アニメのリスペクト、ね、お仕置きする対象、なんかリスペクト、誰がお仕置きしてるかの違いですよね。それはその当時、はい、別のタイトルの銅鐸をやったキャラクターデザイナーが勝手に入れたりとかして、で私らもそれをもう共有していたので、はい、これはそれは楽しいっていうので、うん、とにかく自分たちの好きなものを掘り込みまくったらこうなったっていう感じでした、うん。スタッフの好きを凝縮したサムライスピリッツで、足立さんが特にこだわったポイントは、
サムライスピリッツを作った時に何を売りにしたかっていうと、やっぱりその生きる死ぬみたいなのをどこまで真面目にやるかって、はい、どんだけ死ぬのが怖いかっていうのをやろうっていうのは差別化するポイントでは結構力入れたところです、うん、やっぱり戦ってるんだから生きる死ぬっていう方が絶対に面白いよねっていう、うん、でなのでいろんなところにその生きるとか死ぬとか、例えば切った時の血の量みたいなのも非常にあのこだわりましたし、うん、今となってはダメなんですけど、こう人の体を真っ二つに切るみたいなことも、はい、ちょっと残虐な描写がありました。あの当時よくまあこんなことをやったなっていう、あの開発陣からもこれが書くのが嫌だっていうクレームは結構私のところにも、あの特にあのナコルルというまあ人気のあるヒロインを胴体を二つにするみたいなのも書くのを勘弁してくれっていうのは、いやあのいやもう全員真っ二つにするっていう、いうのもうそれがもう死ぬ生きるかがもう、いやだから面白いんだっていうので、はい、カプコンのスト2に SNK の画廊伝説サムスピと出揃い、熱狂が渦巻いていたゲームセンター、そこに全く新しい格ゲーが登場。セガによる世界初の 3D 格闘ゲーム、バーチャファイター。 SNK がこれまで作ってきた 2D 格ゲーとはまるで異なるテイスト。関係者たちはバーチャファイターに何を感じたのでしょうか。我々のハードウェア、ネオジオっていうハードウェアにはない、はい、あのハイスペックのものなんで、うん、そこでのこの何ですか、危機感っていうのは当時みんな持ちました、うん、で特にバーチャ2が出た時は本当に衝撃で、あの僕は発表会、ゲームショーで発表したと思うんですけど、その時は行かなかったんですけど、その出張で見に行った人たちから電話で連絡が入って、もうテレビの中でおっさんが喧嘩しているっていう報告が入って、第一報が、本物のおっさんが、はい、生身のおっさんが喧嘩してる、 なんだそれはっていうざわざわしたのを記憶にかなり残ってますね。ワンを見た時は、いやこれは私の完全に選球眼が悪いんですけども、絶対ダメだと思いました。やっぱりあの、まあ、さっきの私たちはこっちの路線に行って最後まであの突き進んだので、やっぱりあの日本 そのリミテッドアニメって言われる、そのルフィがこの後パンチバーン飛ぶみたいな、あのパンパンっていうあれで私たちはその物事を作り上げてきたし、これが世界に通用すると思ってきたので、あのバーチャのきちっと 3D 空間を物が移動してくるっていう感じが、その当時のバーチャレーシングとかバーチャファイターとかもそうですけど、絶対ダメってでめちゃくちゃ自信持ってもう大滑りしたっていうのがバーチャファイター。想像を超えてきたんですね。そうですね、やっぱりあの2になった時に、はい、あこれは両方表現できるんだっていうのが。その後鉄拳も登場、 3D 格闘ゲームの波が押し寄せる中、 SNK は 2D 格ゲーで勝負、またもヒット作を生み出します。ザ・キング・オブ・ファイターズ94、画廊伝説、龍子の剣、アテナなど SNK 人気キャラクターが一堂に会したお祭り的作品。最大の特徴は3人のチーム制。このアイディアはどこから来たのでしょうか。キング・オブ・ファイターズになる前に、はい、これもあのサムライスピリッツと一緒なんですけど、ベルトスクロールのアクションゲームが最初の企画だったんですよ、はい、どんな内容かというと、要はあの犯罪都市みたいなところが舞台 でそれぞれにエリアが分かれてて、6個ぐらいエリアが分かれてて、でそれぞれにあのこうリーダーがいると、うん、6つ あのエリアのリーダーどれかを選んで、まあ、あの他のエリアに要はあのこう戦いに行って、はあ、でそのエリアをどん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 攻略していく、要は縄張りを増やすっていうのが最初にあったんですよね、はい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 、次に、まあ、要はあの時代の流れであの格闘ゲームにしようっていう話になった時に、ゲームの雰囲気自体は残して、その際にチームっていう概念で、要はチームの構想みたいなゲーム企画に変わっていったんですよね。じゃあチームっていうんだったら、まあその柔道だったり、まあそういう こう団体戦みたいな仕組みに落とし込んだらどうかっていう話が来て、3対3のゲームの元になっていきました。こちらが KOF の元となった企画書。でこちらがあのダーティーナックル、そのベルトスクロールアクションの時の企画書で、ああでももうぽいキャラがいる。そうなんです、アメフトチーム、アメリカチームだ、はい、オリジナルキャラクターの基礎みたいなところは、はい、あのこの中にすでに、これもうこっちの時は格ゲーですか。これはもう格ゲーになりました、ザ・サバイバー、はいはい、あ
1チーム3人からなる8チームの中から自分のチームを選んで、あ、もうはっきり書いてありますね。1対1の対戦格闘ゲームとは一線を画したゲームを作成することをコンセプトする。なるほど。おお、チャンコーハンがいる。もういる。うわ、チームだ。はい、すごい。囚人ボスだったんだ、チャンコーハンって。画廊伝説チーム。そうですね。お、画廊チームですね。最後ソルジャーチーム。あ、ここも決まってるんですね。で、怒りチームも。その頃からまあキャラクター作りのコストを減らすのに、はい、まあ、あの他のね、タイトルからキャラクターをお借りしてっていう形で、まあ、できるだけその新キャラクターを考える時間をもう減らしていこうっていうことで、はい、わあ、はあ、ダンサーチームはザコ A、ザコ B のやつ。変なのいっぱいいますけど。だいぶ違いますね。だいぶ違います。はあ、はい、なるほど。当時それぞれ画廊伝説、サムスピにいた小田さんと足立さんはキャラクターを貸し出すことをどう思っていたのでしょうか。最初出た時94ってついてたんで、はい、この後95、96って続くんかなって勝手に思ってたんですけど、はい、94出た時は本当にあの画廊伝説のキャラクターの3人、はい、あとプラスマイ、はい、あと、まあ、リュウコの剣のキャラクターとかが、はい、おー、どう料理してくれるんでしょうねみたいな感じで、ちょっとこう上からじゃないですけど、はい、お菓子はしますけども、はいはい、頼ますよその辺と、そうみたいな感じで見てましたね。でやっぱりこう全部が全部気に入るわけじゃないんで、はい、ちょっと気に入らない仕様のとことかを、はい、やたらこうわわ、まあ、チーム内でね文句言ったりとかもしてたんですけど、続いていくうちに、はい、SNK の中でこう我々の作ったキャラで人気の出るキャラクターがそっちに行けるっていう、はいはい、あの、まあ、いわゆる紅白歌合戦的な位置づけになったんで、はい、まあ、我々もそこに自分のところから誰を送り込めるか、そうそうですね、はっていうようなやっぱキャラクター作りっていうのはさらにみんな磨きが入って、あの気合が入ったっていうか、さっきこうチーム会社の中でも他のチームがライバルだって、はい、でも気が付くと割と僕のチームだけが結構こう嫌われてて、君らは結構仲良しやったからキャラクターの交換もしてたけど、サムスピチーム、サムスピがね、サムスピはそうか、あんま出てこないですね。もう多分あれ俺でしょ、いや友情バトル殺しちゃうくらいですよ、出る予定あったんですよ。隠しキャラでキングオブファイターズ95、2作目の時に隠しキャラで出す予定にしてて、サムライスピリッツ用のシステムも導入する予定だったんですよ。要はあの武器が壊れる、超必殺技当てたら武器が壊れるとか、ハオマルが巌流島の背景の前で草薙京とテリボガードと戦うっていう状態には実はなってたんですよ、やる予定だったんですよ、間に合わなかったんです。時間がなかったんです。世界観に合わないからとかさ、時代が違うとかってことですか。いやいや、でもそこはね、もうだから隠しキャラっていう扱いにしてたんで、もう全然それはもういいんじゃないかっていうところで、ちゃんとリスペクトするつもりでやってましたよ。あの当時 KOF チームとサムスピチームがなんか割とこうあのこうなんちゅうのバチバチしてる空気があった。バチバチしましたかね。はい、そうなんですか。いや、もうこの近年飲みに行って仲良くなったんですけど、その当時はもう あいつらとはっていう感じだったのも若干影響したでしょう。正直に言いましょうよ、ね。僕は僕らのことが嫌いやから優先。それはやったんですか。いや、嫌いじゃないけど、足立さんにはわずかに恨みつらみはあります。わずかですね。そうそう、まず何人かには言ってますけど、キングファイターズってメインプログラマーの数少ないんですよ、他のゲームに比べると。3人なんですよ。そのうちの1人メインプログラマーを引き抜いたんですよ。えって やられてるんですね。いやいや、ただでさえ数少ないのにメインを抜くかって言って、当時は ね覚えてないでしょ。ひどい、覚えてない覚えてない。じゃあ火があるってよろしいですね。まあそうですね、あの、まあ、そういうこともあって KOF にサムスピ入らなかったっていうのはありますけど、会社内のごたごたではよくないですね。世界観が合わないとかルール上難しいからとかだったら、でも結果多分キングオブファイターズにとって良かったんじゃないかなと僕は思って、ね、あの当時ちゃんと世界観を確立していくという意味において、どうかな、僕は入れたかったです。ナコルルとか欲しいわけじゃないですか。だって絶対に欲しいでしょう。いや、もう改めてすいませんでした。いやもう本当にもう、はい、全国的に盛り上がっていた格ゲー、しかし90年代後半に入るとブームも下火に。その要因は90年代後半に入り格ゲーブームが下火になった要因は
やっぱりあの対戦格闘ゲームが異常な人気で、はい、まあ、当然ブームはいつか終わっていくという、うんうんうん、それでもやっぱり一番インカムがいいっていうのは格闘ゲームっていうところがあったんで、はい、格闘ゲームはあの継続してましたし、我々ネオジオっていうハードに対してソフトを供給するっていう使命がありますから、はい、格闘ゲーム出してたんですけど、やっぱりプレイステーションが出てからですかね、アーケードとあの家庭用の地位が完全に逆転したというか、うん、まあ、家庭用で遊んだ方がいい体験ができるっていう、やっぱり決定的な個人的な印象で決定的にしたのはあの FF7 かなとは思ってますね。もう 3D、うん、もう FF が 3D になって、はい、それがもう基本的なスタンダードになって、そうですね、やっぱあの体験が家でできるってなると、なかなかゲームセンターに人を呼び戻すのは難しい時代になりつつあるなという気はしました。当時は FF7 はアーケードゲーセンにも影響あるんですね。ならばと SNK も家庭用を強化、1994年ネオジオ CD をリリース。初代と比べ本体ソフトともに安くなったのですが、あるデメリットが。これは時代機ブームの時に出ましたよね。はい、あの出したんですけど、はい、まあ、とにかく皆さんご存知のようにロードが長いと。長かったです。異常に長いと、はい、猿がロード時間延々、会社にいる時間の大半がこの猿を見る時間になるんですよ、はい、あ、そう、はい、そうか、動作確認してると。そうなんですよ、本当にこの猿に対するヘイトがどんどん溜まっていって、はい、この猿描いたのはもう僕の上司なんですけど、ちょ表だって言えないですけど、はい、本当にみんなこの猿嫌いでしたね当時。なるとこれ尺どれぐらい基本平均で待たされてたんですか、ね、うん、ラーメンは十分作れた、うん、そうですね、そんなにあったんですね、食べきれますよね、食べきれた。でも正直他の当時の例えばプレイステとかもまあまあ労働時間長かったんで、そんなにめっちゃ長かったなって感覚は今当時はなかったんですよ、うんうん、今思うと長かったですそれは長かったと思います。ただ格ゲーがやっぱ強いから、はい、1回のプレイ時間が短いからよりそれを感じたのかもしれないですね、はい、待ち時間、はい、トータル待ち時間を見る回数が多かった気もしますね。ゲーム開発に加えハード機競争にも参入。しかし 3D の台頭やゲームセンターの衰退などもあり、売り上げが徐々に低下。そして2001年、ついに SNK 倒産。知らせを聞かされた関係者たちの心境は。僕は倒産となる少し前に、はい、あの抜けて、はい、あのディンプスっていう会社に移ったんですけど、別会社、それを最初に一報聞いた時はあのなんとなく雰囲気は感じ取ってたんで、とうとう来たかみたいな。やっぱり本業以外のところをいろいろやってたの。それはそのアミューズメントパークとか、はい、ちょっと広げすぎて、広げすぎて手広くやったらそりゃそうなりますよねっていう感じではいましたね。もうこの番組もいろんな企業の方来ていただきますけど、さっき手広く始めるとあんまうまくいってるとこないですねこれはぷよぷよさんもそうでしたし、そのケースがやっぱ多いですね。あの、まあ、倒産の前ですかね、99年の12月、はい、まあ言うとこうボーナスタイミング、冬のボーナスタイミングで、はい、あ、そろそろボーナスかなっていう3日前に、はい、ボーナス出ませんっていう話が出て、で、あ、そうなんだ、すごく不安になってたっていう、はい、まあ、とりあえずあのこう上の人が今頑張ってもらってるから、はい、頑張ってもらってるから、まあ、みんなはもうとりあえず開発に集中しようよっていうような空気にはあのなってたかなと思います、はい、私その当時 SNK が上場準備に入ってまして、はい、で私その時多分開発次長だったんですけど、はい、上場委員会に入ってたんですよ、はい、じゃあ5カ年計画でどう上場するかのミーティングをして、はい、そのミーティング終わった1時間後に、はい、ボーナスが出ませんっていう話をちょうどそのちょうど違う時間軸で見ていて、私はあの上場のためのお話をしてたところにボーナス出ないっていうのが最初ちょっとしばらく心バグって理解できずにですね、はい、5年間追跡してこれだけ経営が安定してますからっていう数字を作っていたので、はい、ほんだらボーナス出ませんってきたので、はい、そっからはだからもうあの逆に私はもう本当急転直下っていう感じで、はあ、そっから本当いろんなことがもうお父さんを経験された皆さんそうでしょうけど、本当人の心がこう引き裂かれていくのと、こういう開発を同時にやらないといけないっていうのがあったので、いろんな景色つらかったんだねそう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 ですね。なるほど、会社は潰れるのに物は作らなきゃいけないとんでもない状況ですね。それから時は過ぎ、
紆余曲折を経て2010年代 SNK はゲーム開発を再開。2016年ザ・キング・オブ・ファイターズ14を、2019年にはサムライ・スピリッツの新作をリリース。そして2025年には26年ぶりの新作画廊伝説シティ・オブ・ザ・ウルブスが発売予定。どこがどう進化したのでしょうか。実に26年ぶりの新作となる画廊伝説シティ・オブ・ザ・ウルブス、なぜ四半世紀も空いてしまったのでしょうか。そうですね、僕が最初にその SNK 戻った時にもともと画廊伝説のチームの出身ということだったんで、最初にじゃあ画廊伝説ストーリー途中で終わってるんで最終回を含めて作らせてくださいっていう形で行ったんですよ。とはいえ会社としては一番大事にしている IP は KOF なので、まず KOF をしっかりと復活させてからっていう手順でっていうところだったんで、まあなんだかんだで今になったっていうのが画廊のストーリーの完結編ってことなんですか。そうですね。そのストーリーは女の子がジョーの弟子です。へえ、ムエタイ使いなんですか。そしてギースの息子であるロックハワードなどファンにはたまらない要素が満載。さらにもともとあったアメコミの世界観を前面に出したダイナミックなアクションや必殺技も魅力。プロデューサー小田さんが込めた思いとは。格闘ゲームっていうのはその基本ルールっていうのは一緒なんですけど、はい、遊ぶ環境っていうのが全く変わってまして、そのインターネットでネット対戦っていうのが普通になって、はい、あとe スポーツっていう言葉が途中から出てきましたけど、はい、もう競技になってきてる、若いユーザーの方でも十分に遊べるっていうところは一番最初に考えてました。数々の名作を生み出し新たなスタートを切った SNK、 関係者たちにとってはどんな存在なのでしょうか。まあ、一言で言うと実家のような安心感というか、20代 SNK で過ごして30代抜けて40代って戻ってきたんですけど、やっぱり最終的には SNK で、やり遂げるっていうのが一番いいのかなと思ってます。まあ、SNK はその第一次ゲームブームみたいなところを本当駆け上がっていった、はい、大阪のメーカーで、はい、とにかくいろんなことにチャレンジできたので、今もありがたいことに、まあ、そのゲームの世界の中で、はい、いろんなクリエーションさせてもらったりプロデュースさせていただいてますけど、もうとにかくその時に、自信とノウハウとこれやったら潰れるんだっていうノウハウをそこまで学ばせていただいたのは、本当に SNK っていうところで業界にスタートできたのは良かったですし、もう僕は小田君に私はまだ SNK とぜひガチンコで取り組んでみたいというのは個人的なこの近年ずっとラブコール起こってるぐらい、やっぱ SNK でこの業界に出て業界自体の最後のもういい年ですから最後の花火はやっぱ SNK さんとあげたいなっていう気持ちはありつつ、それぐらいやっぱり思い のある会社です。 SNK 時代非常に、なんて言いますかね、ものを作ることの難しさと大変さとあと楽しさを教えてもらった場だったかなと思ってます。まあ、あえて恥ずかしい言い方すると青春の1ページでした。恥ずかしくないと思います。決して恥ずかしくないと思います。素晴らしいことです。いろいろね、言葉何にしようか悩んでたんですけど、はい、まあ、そんなやっぱりすごく自分にとっては貴重な思い出の場所だったな。話はまだまだつきませんが、そろそろお時間。本日は貴重なお話ありがとうございました。そういうかっこよさは、KOF の方がいいのかなと思って。最後にハズレーザーが記す未来の種。そうですね、ようやくこう KOF のために他のゲームを復活させましょうっていうような流れになりつつ、龍子の剣とかいや早くリリースしてほしい。作るのは大変やからな。そうそうそう、それだけリクエストしてほしい。いやあ、なるほど、今見ちゃった。懐かしいな。もう
love you.